大御所の佐藤アジア。あの大御所大御所言うたあんなかっこいい演奏するの本当によくできました。何なのか恨みでもあるのかな。まあまあ、あのマイペースにやりますんで、どうぞ最後よろしくお願いします。というね、1曲目にね、多分皆さん知っとる曲で、知っとったらできたら一緒に歌っていただきたいんです。じゃあちょっと歌ってみましょうか。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mondo San. 大きい声でね。せーの。Happy birthday to you. どうも、おめでとうございます。何歳？52歳。あ、ボケなしでしたね。おめでとうございます。
大人の事情でですね、ちょっと仕事が忙しくなっただけなんですけど、ちょっと活動できなくなってですね、みんなでこうね、音を重ねてやるっていうのがとても好きなんですけど、結局一人の活動が増えてしまってですね、一人活動があんまり増えたがためにですね、この後僕滑ったんですけど、なんと分身の術ができるようになったんです。いいですね、この空気たまんないですか。この間もね、さーってなってからね、こいつ何言ってんだみたいなね。まあいいよ、百聞に一見になんて。Thank you.
慣れんことすると疲れますね。さすが大物。ありがとうございます。まずはメイクの部門やめてほしい、やめてほしい。まあいいや。ちょっと本気でちょっとハーハーはい、じゃあ続けていきたいと思います。最近新しい曲作りました。新曲ここで披露するのがですね、本邦2回目でございます。うん、まだですね、聴いてくださったのか分からないです、まだ前回のお客さんが少なかったのがバレてしまいますけど、十数人でいったと思います。うん、ですね、どんな歌かってちょっと説明しようと思うんですけど、何人かのですね、登場人物が代わり代わり出てくる歌になっています。いろんな人がですね、普通に生活をしているんだけど、でも実は、誰かのなんていうのかな、本人でも気づかないところで誰かを支えている、ちゃんと支えている、みんなそれぞれね、支え合って生きてるっていう。だからきっと自分でひょっとしたら今ね、私はこう本当になんか私なんかいたってどうせみたいなふうにとかね、思ってる人がひょっとしているかもしれないですけど、全然そんなことないです。きっと本当に誰かの支えに絶対どこかでなっていると思います。そんな出来事、気持ち、メッセージを込めたですね、新曲に書きました。めぐるめぐるという曲を聴いてください。
残念。もう一曲いきます。ラブソングです。前もここで歌ったのかな。ラブソングなんですけれどね、こういう大人のね、ちょっともう複雑怪奇な恋ではなく、もうちょっとピュアな、例えば小学生とか中学生ぐらいの初恋に近いね、初々しい感じの恋を片思い歌ったラブソングを、もし青空と恋の歌聴いてください。ちょっぴり鼓動を早めてさ。
ります。ちょっとだけ宣伝を、あの CD を持ってきてます。今日歌った曲はですね、一曲も入ってない CD です。とんでもねえな、とんでもねえな。次にね、あの最後に歌う曲も入ってないです。ね、本当にね、あのね、300枚、何年前、2年前、3年前かなに作った CD なんですけどね、もうあと数十枚残ってるので、これが売り切れたら新しいのが作れるんで、ぜひ届けてください。本当にね、あのいい曲ばっかりね、持ってる人手挙げて、その中でいい曲ばっかりだと思った人、拍手。どうこれ、どうこの無理やりか。本当にまあいいや、あ本当にもうおすすめなんで、しっかりといい音でしっかりと手間暇をかけてですね、作った CD が5曲入りで1000円で販売しますので、もしよかったら最後にあの終わってからこうやってかけてください。じゃあコーヒー館のライブ今日最後ということで、まあ、何ですか、すぐに、まあ、やるんですか。あのじゃあお二人でされるのがとりあえず今日で、まあ、お別れとかね、寂しいですけど、でもね、お別れって終わりと思っちゃったらもうそこで終わりになるかもしれないですけど、繋がっとこうと思ったらずっと繋がってる、ね、皆さんにもきっとずっと昔から一緒にいる同級生なんかも、ね、いらっしゃると思いますし、だからそんなね、寂しいさよならの裏側にはまた会おうっていう気持ちがあるんだなっていう、そういうメッセージを込めて、寂しさの裏側へっていう曲で、僕の曲最後にします。どうもありがとうございました。さよなら。
橋を忘れた。